本日は、山本周五郎作、闇京終言をお送りしたいと思います。一。横から激しく、吹雪が襲いかかった。ん、広いな。松室伊兵は、一吹きやり過ごそうとして、傘を傾けながら身をかがめた。その刹那である、右手のくぼちから突然、トーン 凄まじい銃声が起こって、ほとんど耳とすれすれに弾丸がかすめ飛んだ。あ、危ない。せいぞ、ライボン、隠れろ叫びながら、異兵は跳躍して、左手の杉林の中へ走り込む。二人の獣車も、その後から転げるように、木陰へ身を隠した。そこは吹き溜まりになっていて、腰だけの雪だ。さっと、枝から落ちてくる石灰を浴びながら、 三人は手早く、刀のく袋を外し、銃声の下くぼちの方を、油断なく見守った。えびら沢のものでござりましょう。村井門が息を詰めながら囁いた。そうかもしれぬ。飛び道具で不意打ちを仕掛けるなど、脅しとしても、卑怯しごくない立ち方です。切り捨てましょう。若い清像が出ようとした時、くぼちを登ってくる人の頭が見えた。清像、行って引っ捕らえてこい。ほ。 切ってはならんぞ。伊兵の声を聞き捨てにして、製造は雪煙を上げながら走っていった。窪地を這い登ってきた男は、走ってくる製造を見ると、ちょっと持っている銃を取り直しそうにしたが、それより早く。離れ、動くなわめきながら、製造が踊りかかった。相手は身をかわす暇もなく、あっと言って、仰向け様に倒れる。そこへどっと、 吹雪が襲いかかって、二人の姿を隠してしまった。連れがあるかもしれぬ。伊兵はそう気づいたので、村井衛門、行ってみよう。油断するな。と言って杉林を出た。しかし、連れはなかった。伊兵と村右衛門が近寄った時、製蔵は雪まみれになって相手を組み敷いていた。そして、男は苦しそうに首をねじ曲げながら、間違いだ。人違いだ。話してくれ。 叫んでいた。伊兵はそばへ寄って、清像、そいつの顔を見せろ。ほ、しみょにしろ。清像は怒鳴りながら、男の雪帽子を吐いで顔を仰向かせた。色の白い、眉目ひいでた、淡麗な若侍である。伊兵は、どこかで見覚えのある顔だと思ったが、やあ、聞こう、大村一の城ではないか。と、驚きの声を上げた。 相手も、眩しそうに目を上げて。おお、伊兵、松村伊兵か。せぞ、話せ、拙者の学友だ。訳がわからぬという顔で、せ蔵は手を離した。伊兵は、助け起こしてやりながら。どうしたのだ、大村。どうしたって、それはこちらで聞きたいことだ。出し抜けに飛びかかって、切り捨てるなどと脅かすものだから。 それは気候が拙者を狙撃したからさ。狙撃はあ、そうだったのか一の城は、初めてガテンが言ったらしく。それは大変な間違いをした。拙者はてっきり、熊だと思って撃ったのだ。危ない狩人だな。いや、しかし、当たらなくてよかった。よかったとも。もし拙者が、かすり傷でもしたなら、気候の首は飛ぶところだった。冗談じゃない。脅かすなよ。だが、 兵衛は苦笑しながら。どうしてまた、こんなところへ来ていたんだ三十日ほど暇ができたので、この下の祖州の温泉へ保養に来たんだ。今、篠田屋というのに宿を取っているが、結構、この近所だったのか家は向こうの谷間にあるのだが、少し被災があって、この山の後ろの小屋に来ている。よかったら、遊びに夜がいい。いろいろと話もある。ぜひ、そのうち邪魔をしよう。引き合わせておこう。 兵衛は振り返って、村井門、こちらは拙者が京へ遊学したおり、山崎安斎先生のもとで机を並べた友人だ。大村一之城と言われて、美濃の国、元違反の家老のご子息だ。これは家屋、村井門、製造。製造というのか、さっきは首の骨が折れそうだったぞ。一之城は白い歯を見せて笑った。二。 それから、三日目の昼頃、大村一之城は小屋へ訪ねてきた。荒削りの松材を組み上げて作った割に手広い建物で、兵衛の寄居する部屋は畳を敷いてあり、ちょう度も質素ながら整っていた。炉にいっぱいの火を焚いたそばで、二人は山崎塾の思い出話を交わしていたが、やがて一之城が和刀を展示て、 時に、先日あの製造という男が、拙者に飛びかかってきた様子は、ただ事ではなかったが、何か事故でも起こっているのか。うん。少し、面倒なことが持ち上がっている。嫁みの治水工事だな。聞いたのか。同時宿の噂をちらと見にしたが、松室という豪士が資材を投げ打って治水工事を起こそうとするのを、同族の松室何菓子というのが 邪魔をして争いが起こっているということだった。それなんだ。あれを見てくれ。伊兵衛は手を伸ばして北側の窓を開けた。西平の山々が深く迫って、急峻な警告をなしている嫁郷が、吹雪に霞んで、一服の水墨のように見渡せた。奥平の山々の水を集めて、木曽川へ注ぐこの嫁郷は、あの通り切り立った深淵で、 雪の危機になると、一時に水が溢れるから、三年に一度ぐらいずつ、川下の暗い郷付近は、一帯にひどい氾濫を起こすのだ。それは我々の判断もよく聞く。しかもこの通り、不便な場所だから、今まで誰も自炊のことなど考えるものはなかったが、多少の費用と両力を惜しまなければ、災害を救う道はあるのだ。拙者は今日から帰ると、実地を通査した上、 藩へ意見書を差し出してみた。高山藩ではしかし、ご内政の都合をよろしからず、ということで、伊兵の治水策には一個も与えてくれなかった。伊兵の家は、真下氷でも指折りの古い豪族で、近年やや水備はしていたが、未だ少なからぬ山林電池を持っていた。母は早く亡くなったし、父もまた、 伊兵が京へ遊学中に死んだので、火星は全く伊兵の自由であったから、資材一部を処分して、独力で工事を起こそうと図った。ところが、そこで邪魔が入った。一谷奥の海平沢に、同じ合志で、伊兵の家の本家にあたる、松室信右衛門という老人がいた。絹江という十八になる娘と、小戸次郎と呼ぶ十五歳の男子があり、 伊兵には外恩寺に当たっている。新江門は画集の強い評判の偏屈人で、そもそも伊兵の誘惑からして反対だったが、今度の工事の話を聞くと、もっての他の起こり方で。嫁境治水などという仕事が、松室の資材を投げ出したくらいでできるか生学問が災いして、気が狂ったにそういない。そんなことで、厳平の世から続く。 由緒深い松室家を潰しでもしたら、先祖に対して申し訳がたたんではないか。同族の本家として、わしが絶対に許さぬ。と、眼鏡に乗り出してきた。そして一方では、工事の邪魔をする目的で、嫁京に望んだ持山の二十丁余りにわたる杉林を切り出そうとし始めたのである。これを切られては、雪解け器に水の押し出す量が段違いに増大するので、 自水工事の困難は言うまでもないし、その付近の地盤が緩んで、山津波を誘う危険まで生じてくるのだ。そういうわけで、と、伊兵衛は言葉を継いだ。今ちょうど切り出しに都合の良い時期だから、万一にも妊婦を入れるようだったら、力ずくでも追い払うつもりで、毎日あの辺りを見回っているところなんだ。何しろおじは、武骨一辺の頑固者で、第一に拙者が、 安西先生について学問したということが気に入らぬのだ。今度のことなんか、実に話のほかの。言いかけたとき、村右衛門が入ってきて、申し上げます。と、はばかるように言った。なんだ。エ浦ラのお嬢様が、お見えでございます。絹枝が来た。伊兵はいぶかしげに。一人でか。はい。今日のお願いが終わりとか、こちらへ通せ。 新江門との異世界が起こって以来、ほとんど会う機会のなかった絹枝が、この吹雪の中をただ一人、訪ねてくるとは意外である。お客のようだわ。何、構わない。異変は座を移しながら。今話したエビラ沢のおじの娘だ。遠慮のないものだから構わぬ。それなら良いが。一の城も座り直した。中戸へ全身雪まみれの娘が入ってきた。 こんな僻地には珍しい高貴な顔つき、深い光をたたえて濡れたような瞳。柔らかくしっとりと赤い唇。世の毛がりに染まらぬ谷間の花のように清純な美しさに、一之丞は思わず目を見張った。きぬえか、この雪の中をよく来たな。異変は路端を刺して。まあ、とにかく上がって温まるがよい。 こちらは今日へ遊んだ折一緒だった大村一之条という学友だ。どうぞ。一之条も座を譲るように会釈し,した。しかし娘は気も上ずっている様子で、一之条には軽くもこれを与えたまま。お兄様。声もそぞろに行った。すぐ一緒においでくださいまし。音次郎が見えなくなりました。どうぞ一緒に探して。どうしたということだそれは。 父が、いつもの感触を起こしまして。絹枝は、口早に語った。偏屈者の新右衛門は、子供たちに対しても、強敵に厳格だった。その日も音次郎が、些細な過ちをしたというので、散々に折檻した上、家には置かぬから、どこへでも出てうせいと言って、吹雪の中へ突き出したのである。いつもならそう言われても、絹枝の部屋へ来て隠れている音次郎が、 今日は吹きまく雪の中へ出て行ったまま、もう二時余りにもなるのに戻ってこない。絹枝は、歌舞伎たちを探しに出そうとしたが、新江門の怒りはなおも解けず。あんな奴は、死のうと生きようと構わぬ。一りも探しに出ることならんぞ。と、現状に言って聞かなかった。けれど、この吹雪の中です。絹枝は、おろおろと言った。日頃からあまり丈夫でない弟のことゆえ、 万一のことがあってはと思うと、いても立ってもおられませぬ。ご迷惑でしょうけれど、一緒に探していただきたいと存じまして。すぐに行きましょう。皆まで聞かず、伊兵は立ち上がった。村ライン、製造も出る支度をしよう。拙者もお手伝いいたそう。一之丞もそばから行った。三。エビラ沢から南へ二十丁余り下った。 美の字へ通ずる崖道の上で、疲れと上のために死んだように倒れていた音次郎を発見したのは、もう黄昏の色の濃くなる自分だった。冷え切った体に触れた絹枝は、絶望の声を上げて泣き伏したが、異変は自ら音次郎を担いで、近くにある木こり小屋へ運び入れ、二人の家舞伎と共に懸命に手当てを尽くした。 一の城はその間ずっと絹江のそばにいて、おののいている彼女の冷たい手を、そっと撫でながら力をつけていた。半時余りもすると、音次郎は意識を回復した。異変はほっと額の汗を拭きながら覗き込んで。どうだ、気がついたかはは、西谷、兄上様、音次郎。絹江は狂気の声を上げながらすり寄った。 おとじろうは、あれの手、もろ腕で座りついた。お姉さま、帰るのは嫌です。もう家、連れて行かないでください。私はもう二度と、父上の顔を見たくありません。黙れ、おとじろう。家は少年の肩を掴んで、絹枝から引き離しながら叱りつけた。何をめめしいことを言うのだ。うちへ帰らないでどうする父の石棺ぐらいが恐ろしくて。 波風荒い世間へ出て行けると思うかハニ様は知らないんです。知らんのはお前だ。拙者こそ今、お前の父と敵同様の間柄だぞ。おじうえがどのようなごょうか。この異兵は幼い頃から骨に徹して覚えているんだ。だが、拙者は今、負けてはいないぞ。おじうえがどのように横車を押そうと、よしと信じていることは、あくまでやり遂げてみせる。 よく聞け、おとじろ。異兵は当初を防ぐ手当てをしてやりながら、声だけは容赦のない調子で言った。男の一生は戦だぞ。世の中には、未だお前の知らぬ困難や迫害や、苦しいことが数しれずある。これと戦い、これに勝ち、これを征服していくのが男子の道だ。十五歳にもなって、父に叱られるのが怖さに、家出をするような弱いことでどうする。第一、 お前は姉さんのことを考えないのか姉さんはあの頑固な父のもとにただ一人残していってよいのかそれは、取り乱していたんです。強くなれ。お前は男だ。15歳といえば、昔なら初陣で一番首ぐらい上げる年だぞ。正しいと信じたら、父の折巻などに恐れるな。鳩にはこの遺影がついている。どうだわかりました。帰ります。 よし。分かったら姉さんにお詫びをしろ。この吹雪の中を。どんな気持ちで姉さんが探し回ったか、よく考えてみろ。お姉ま。少年はおえつに喉を詰まらせながら、そこへ両手をついて神べを垂れた。なおしばらく休んだ後、伊兵がじ次郎を背負って、木こり小屋を出た。 すでにとっぷりと暮れている雪の中を、星蔵と村右衛門は異兵を守り、一之条は絹えを助けながら、海平沢の方へと戻っていった。慣れているとはいえ、膝を没する雪で、絹えは時々のめれそうになったり、くおみえ足を踏み込んだりした。その度に一之条は貧章に手を伸ばして、身を支えたり、抱き起こしてやった。物柔らかな。それでいて、 周囲の行き届いた都会人の神経が、絹枝には広く新鮮な魅力であったらしい。いつか半日以来の勇問も忘れたように、僧帽は生き生きと輝いてきたし、一度などは艶のある声で高々と笑いさえした。やがて、蝦倉沢の谷戸口まで来た。そこは、二つの丘が迫って、狭い谷を成している盆地で、古い茅野木や、 次の巨木の彼方に黒べいを巡らした広い屋敷構えがあり、いくつかの明かりが見えている。それが新右衛門の家だった。伊兵衛は音次郎を降ろして。拙者が参っては帰って面倒だろう。誰か音次郎を家まで背負っていく者を呼ぶがよい。ここで待っているから。拙者が参ろう。一之城がすぐに進み出た。 途中で行き合わせたということにすればよいし、顔見知りでない方がかえってお父上の怒りも軽く済むかもしれない。そうしてもらえれば一番よいが、動作のないことだ。さ。一の城は即座に、おとじろうへ背を向けた。異兵は背負わせながら力を込めて、おとじろう、強くなるんだぞ。と言って肩を叩たたいた。少年は、 青白い顔に微笑を浮かべながら、しっかりとうなずいた。絹枝は、礼を言わなかった。ただ、燃えるような瞳で、じっと異変を見つめながら、一野城と共に去っていった。四。それから、数日経った。一野城はどうしたことか、それ以来姿を見せない。来る日も来る日も、朝からの吹雪で、 読む教へ通ういくつかの道はすっかり埋まり、治水工事の下ごしらえも当分休まなければならぬ状態になった。異変は日に二度ずつ、江浦沢の杉林を見回ってくる後は、寒雨邸の近畿地下市や治水桜んなどを参考に、工事の案を繰り返し遂行修正することで熱中していた。するとある日のこと、表へ誰か、 馬を乗り付ける気配がしたと思うと、製造が顔色を変えながら入ってきて。申し上げます。エビラザワのご入雷でございます。何おじうえが伊兵衛は驚いて立ち上がった。急いで部屋を出ると、長戸前、新江門が雪を払いながら入ってくるところだった。ようこそ、お運びくださいました。伊兵衛が膝をついて挨拶しようとするのを、 老人は請求に手を挙げて再り、挨拶には及ばぬ。じと尋ねたいことがあって参ったのだ。夜が済めばすぐに帰る。でもありましょうが、まず。OK。心にもない時期はたくさんだ。無遠慮に嘘吹いて。尋ねたいと申すのは他でもない。大村一の城と申す者を知っているか存じております。その方とは、 同塾に学んだというが、家柄や素性について、その方の知っていることを聞きたいのだ。大村はどうかいたしましたか別に隠す必要もあるまい。実は、娘を嫁にくれと申し込んできている。伊兵は、愕然と息を飲んだ。予想だもしなかったことである。鍛麗な一之条の顔と、表情の濃い絹枝の顔とが、 一つに重なり合う鮮やかな幻を目の先に感じながら、異変は一瞬の言句に詰まった。わしの心は決まっている。あの男なら嫁にやっても良いと思うのだが、念のために聞いておきたい。喧嘩をしているその方の申し分もまた参考になるであろうからの。皮肉な言葉つきだった。異変はようやく目を上げていった。 ご参考になるとあれば申し上げましょう。大村の家は元英藩で代々の国がろう。食録は千二百国かと覚えました。彼はその長男でございます。まだ部屋住みか。いや、何度役を務めてお役領百国と申すことでございます。また、山崎先生の塾では成績抜群で秀才と呼ばれておりました。それなら、松村の娘をくれても恥ずかしくはあるまい。 決めよう。もう他に、お尋ねはございませんか家柄素性学祭。それだけ揃っていれば言い分はない。それだけでよろしいのなら、結構です。伊兵衛は、ぐっと唇を噛んだ。新右衛門は傘をかぶろうとしたが。だが伊兵衛、これはこれだ。嫁教治水というその方の狂き沙汰には、あくまでわしは反対だからそう思え。必ずぶち壊して。 目を覚ましてやるぞ。ご用が済みましたら、失礼いたします。兵衛が立とうとすると、待てと、新右衛門は鋭く呼び止めた。その方は、わしの杉林の切り出しに邪魔立てをするつもりらしいが、う闊つに手出しをすると、今度はただで済まんぞ。覚えておきましょう。そうだ。よく覚えておくがよい。海老ラ沢の杉林は、 もう、わしのものではない。高山藩へ、売り渡してしまったということを。え藩へ売った切り出しは、藩の工事方でするだろう。それだけは、忘れぬがよい。言い捨てて、新玄門は傘をかぶりながら、外へ出て行った。家へは呆然と、空を見守った。あの杉林を切られては、現在建てている治水工事の計画が、 根本から覆ってしまう。それこそ本当に彼の資材を投げ打ったくらいでは、及びもつかぬ大事業になってしまうのだ。おじの手にあるうちなればこそ、どんなことをしても切り出しの邪魔をするつもりであったし、もしもの場合には藩へ訴訟してもと考えていたが、こう先手を打たれては、とっさの対策に窮してきた。しかし、伊兵にとって、そのことよりも、 さらに大きな打撃は、一の城の求婚である。絹枝が、嫁にやられる。それは、家への胸を引き裂く言葉だった。絹枝が、他人の妻になるのだ。あのしなやかな手も、利うよ用な肌も、艶や,やかな瞳も、みんな他人のものになってしまうのだ。幼い頃から、苔へ染み入る水のように、絹枝の存在は、 伊兵の胸にしっかりと食い入っていた。妻にしようなどと改めて考える必要を感じなかったほど、緊密な、抜き差しならぬ愛情のつながりをもって今日まで来た。はあ、伊兵は低くうめいた。苦痛が胸を締めつける。生まれて以来初めて感じる苦痛が、恐ろしい力で伊兵の胸を締めつけるのだ。そして、あの日、 一の城から追いかけられた一発の銃声が、無慈悲な運命の嘲笑のように、生々と自邸へよみがえってきた。五。その次の日、伊兵は祖師の湯の篠田屋で、一の城と対談していた。無事から話を聞いた。 伊兵衛は形を正して、気候が気の絵を嫁に欲しいという話、おじには申し分がないらしい。いや、実はそれについて、一之城はさすがに少し孫ついて、まず気候に相談してからと思ったのだが、あの吹雪続きでつい訪れる檻がなかったものだから、それに両三日のうちに規範しなければならぬようもあったので、いや、そんなことはどちらでもよい。 拙者に相談されたところで、おじとは話した通りの間柄だから何も出来はしない。そんなことより、拙者から一言聞きたいことがある。なんだろう、改まって。今、拙者が、絹枝のことは諦めてくれと言ったらどうする。一の城は、ぎょっとしたらしい。疑うように異兵の目を見上げたが、やがてその唇が冷ややかな笑みを刻んだ。嫌だ。 と答える。刀にかけても嫌だというか、それはどういう意味だ。正直に言おう、一の女。拙者は、絹江を愛している。絹江の幸せのためなら、自分にできる限りのことをするつもりだ。今日まで拙者は、絹江を妻に迎える日の来ることを夢見ていた。だが、それはそれだ。気候がもし、絹江を幸せにすることができるなら、こんな山奥で朽ちるより、 都に近い町で華やかな生涯を送らせてやりたい。これが拙者の本当の気持ちなんだ。わかるかよく打ち明けてくれた、松室。一之城はかすかに高騰していった。絹江さんを見るときの気候の目で、その気持ちはおぼろげに察しがついていた。だから実は気候には話せなかったのだ。こう言うと、いかにも気候を出し抜いたような結果になるが。 そうせずにいられなかったという気持ちを分かってくれ。めめしい言い分だが拙者はもう、絹江さんと別れては、生きる甲斐もないのだ。それが本心なら、言うことはない。兵衛は頷いて。ただ、くれぐれも、あれを幸せにしてやってくれ。それから、もう拙者の小屋へは、来てくれない方がありがたいな。しかし、それではまるで、本当の気持ちを言うのだ。 終焉の席にも招かないでもらう。猿場だ。そう言って、伊兵は立ち上がった。雪は病んでいたが、空が重たく、雲をたたんで暗鬱な光が、黄昏のような寂しさを添えている。伊兵は、息苦になる親切の岸見を、涙ぐましく聞きながら、家の方へ戻ってきた。俺には仕事がある。嫁教治水という、 大きな仕事があるんだ。何千人という農夫が、俺の仕事に希望をかけているんだ。こんなちっぽけな苦痛は一日も早く忘れよう。絹枝にしたって、ひだの山奥で、豪子の妻になるより、一般の家老の夫人として人に尊敬され、都会の華やかな生活を味わう方が幸せに違いない。同じ思いを幾度も繰り返しつつ、 えびらざわと西谷との分かれ道へ差し掛かったとき。お兄様そう呼びながら、ふいに右手の藪の影から、絹枝が走り出てきた。そこでさっきから待ち受けていたらしい。異変はたじたじとなる心を引き締めながら。こんなところで、どうしたのだお小屋へ伺ったのですけれど、祖師のゆえいらしたと聞いたものですから。何かようなのか言いながら、 異変は構わずに歩き出した。絹枝は相手の様子があまりに日頃と違っているので、ちょっと継ぐべき言葉もなかったが、意を決したらしく追いすがって。お兄様、待ってくださいまし、お話があるんですの。歩きながら聞こう。なんだ。いや、お待ちになって。絹枝は甘えるように、異変の袖を握った。異変は振り返って、 娘の顔を見守ったが、静かにその袖を振り払って。はしたないぞ、絹上、いとこの間にも礼儀はある。道中で袖を取るなどとは、下船の女でもせぬことだ。話があるなら早く聞こう。拙者は帰って、用事があるのだ。絹上は呆然と、異兵を見上げた。六。父から、お聞きお呼びかと存じますけれど。 やがて訴えるように、絹枝が言った。おふむら様から、私よ。聞いた。それで、お兄様は一野城は、国家老の長子だ。学祭もある。お前の夫として、不足はないように思う。おじうめも、お気に入りの様子だ。いえ、いえ。絹枝は、強く頭を振って。私が伺いたいのは、お兄様のお考えですわ。 お兄様は、どうお示しますの絹枝に、大村様へ行けとおっしゃいますのそれは、お前の考えることだ。お兄様のお考えを聞かせてくださいまし、絹枝は幼い時分から、父上には話さないことでも、お兄様には必ずお話ししてきました。字を書くことも、本を読むことも、雪滑りや竹馬遊びも、みんなお兄様に教えていただきましたわ。 物事を正しく見る力も、美しいものを見つける目も、みんなお兄様のお手引きで覚えたんです。お願いです。お兄様の本当のお気持ちを聞かせて。絹エ、お前は私は威兵の眉が苦しげに歪んだ。お前はもう自分の道を自分で選ぶ年になっているのだ。どういう人間が最もその妻を幸福にするかということは、 神より他に知ることはできない。伊兵衛は誰よりも強くお前が幸せであるように願ってきた。これからもお前の幸せを祈っている。もしこの縁談がお前を不幸にすると分かれば、拙者は決して同意はしないだろう。お兄様。これだけしか今の伊兵衛には言えない。大村へ貸したら幸せであるように。そう言うと、 伊兵は絹枝から逃げるように走り去っていった。その夜から、伊兵は全く工事の計画だけに没頭し始めた。第一に解決しなければならんのは、海老ラ沢の杉林である。藩の手で切り出しを始められては、もう手の出しようがない。これはどうしても自分の方へ払い下げてもらう必要がある。しかし、その科学が、 どの程度になるかわからないし、それを支払う現金が間に合うかどうかも疑問だった。しかしまず願書を提出して切り出しの方だけでも延期させなければならない。それには合わせて治水工事の方の主催をも添える方が好都合と思ったので、伊兵衛は両方の書類をまとめるのに熱中した。三日目に、大村一之城から、今日、 ゆいのを送った、という簡単な通知があった。異変はその手紙を炉へ投げ入れた。もう、それほど心は痛まなかった。ただ、胸の中を寒い風がひょうひょうと吹き通るような小説たる寂しさを感じただけである。そして、なおも仕事を急いだ。書類の出来上がったのは、それからさらに、 三日目のことだった。ほっとしながら読み返しをしようとしていると、急に表から、ハリウエ様、ハリウエ様。けたたましく呼びながら、音次郎が、蒼白な顔をして駆け込んできた。音次郎ではないか、どうしたんだ。大変なんです。すぐ来てください。なんだ、落ち着いて言え。お姉様が、何、どうしたと。ぎょっとして、家へが乗り出した。 音次郎は息を喘がせながら、火傷をしたんです。土へ落ちたんです。土へ落ちて、大けどをしたんです。今医者が来ているんですけれど、父上が昨日から高山の城下へ行って、おるすなので。よし、すぐ行こう。家へはガバッと立ったが、待て音次郎、阻止の湯の大村へは知らせたかい,いえ、行けない。それではお前、これから回ってすぐに知らせてこい。俺は一足先に行っている。 そう命じて、伊兵は土間へ降りた。七。半ば夢中で家を出たが、いかん。と、途中で伊兵は立ち止まった。一之条より先に行ってはならぬ。そう気づいたのである。もう今までの絹えとは違う。結納まで済ませた言いけがある。一之条より先に行くのは礼儀でない。 すぐにも行って、傷の様子が知りたかった。気遣いと不安で、胸は裂かれるようにいたんだ。けれど、家へは懸命にそれを押し沈めながら、回り道をして時を計った後、エビラ沢の家へ入って行った。は、お兄様。待ちかねていたおとじろうが、どうしたんです。もうとっくに、ホームラ様もいらしてますよ。不平そうに言うのを聞き流して、 よく知っている絹江の今へ通った。すぐ目についたのは、鮮やかな白い巻も木綿だった。床に行画している絹江の顔の右半分から頭へかけて、無残にさらし木綿が巻いてある。枕元には、老いと一之上が、木綿と座っていた。遅くなって、一之城に会釈し,して、少し離れたところへ座を取った伊兵は、思ったよりもひどい傷らしいので、 しばらくは言うべき言葉もなかった。どうも、大変なことになって、一之丞は取り乱した目をしていた。一体、どうしたということだそれが、一之丞が言いかけるのを遮って、絹枝が苦しげに目を振り向けながら言った。よう、おいでくださいました。お騒がせして、申し訳がございません。そんなことより、全体どうしたのだ 自分でも、よくわかりませんの。自在鍵の茶釜を外そうといたしましたら、足が滑ってそのまま、燃えている炉の中へ、前のめりに。うん。異変は、自分が火に焼かれたような、鋭い痛みを感じながら低くうめいた。それで、傷の様子は何しろ、お顔の右半分から頭へかけての大きな傷でござる上の、同意は探索するように言った。 それも、煽られた程度なら別じゃが、神秘まで焼けただれた上に、手当てが遅れたで、よく治っても、右半面の後は、丸かれまいと存ずるが。なんとか、いた方はあるまいか。できるだけ領事をつかまつるが、まず、命の助かったのが、お幸せと申すほかはござるまい。伊兵は再びうめいた。絹枝は目を閉じたまま、静かに呼吸をしていた。 心の動揺の少しも見えない姿だった。異変には、それがかえって痛ましく哀れに思えて、とても静止するに忍びなかった。おむら。やがて異変は、低く呼んで、目まぜをしながら立ち上がった。一の城もうなずいて、そっと足音を忍ばせながら部屋を出た。異変は黙って、玄関から門の外まで出ると、 振り返って、一野城の目を見つめながら。とんなことになった。おじが戻っては面倒ゆえ、拙者はこれで帰るが、念のために聞いておきたい。聞こう。絹えをめとるという約束。こうなったからとて、まさか変更をするようなことはあるまいな。それを、宣告から考えているのだが、考える異兵の鋭い目から、一野城は顔を背けながら言った。 まあ、聞いてくれ。やけどをしたからといって、拙者の気持ちには、いささかも変わりはない。それは事実だ。しかし、これはキヌエ殿の立場になって、考える必要もある。キヌエの立場が、どうだというんだ。落ち着いて聞いてくれ。拙者の家は、代々の国家老で、人の出入りも多く、家中との交際も大抵なことではない。その場合、キヌエ殿が、 みにくい火傷の跡のある体で何の引け目も感じずにいられるだろうか。もし生涯、その傷跡のために世間を狭く送るようなことにでもなると。黙れ、一之条。家はさいって言った。貴様は絹江がいなくては生きる会がないと言ったはずだ。刀にかけても諦めることはできぬと誓ったではないか。火傷ぐらいがなんだ。貴様がもし本当に絹江を愛しているなら、 たとえ片手片足がなくとも、世間に引け目を感じさせぬよう、守ってやるのが当然ではないか。それとも、あの誓いは偽りか。いや、それはわかっているのだ。一之城は、熱心に遮った。拙者としてはただ、絹枝殿の身になって考え過ごしたばかりで。絹枝殿さえ望むなら、決して早くなどはせぬ。その言葉に、嘘はあるまいな。よし。 キルエがそれを聞いたら、さぞ喜ぶだろう。女が命とも思う顔に、見ぬくい跡が残るのを、承知でめとると知ったら、あれは心から感謝するに違いない。この不幸が、二人の愛情のくさびになることを、俺は祈っているぞ。ありがとう。一野城は、泣くような微笑を浮かべながら表を伏せた。異変はその様子をしばらく見つめていたが、やがてつと手を伸ばすと、 一の城の手をぐっと握りしめて、静かにそこを立ち去った。小屋へ戻った伊兵は、何もかも忘れて、書類の仕上げを急いだ。身も心もくたくたになっていたが、他のことを考えるのが辛いばかりに、ただ夢中で筆を取っていた。書類が出来上がったのは、たそがれ近くであった。伊兵は村右衛門を呼んで、それを、 タオカの大官所へ届けるように命ずると、珍しく酒を口にして寝床へ入った。八。タオカの大官所から村右衛門が帰ってきたのは、その明くる日の昼少し過ぎた頃であった。その朝からまたひどい吹雪になって、空も地もなく、ただ灰色の粉雪が渦巻き吹き散っていた。 ただいま戻りました。ご苦労だった。ようは当たりたか。はい。都合の良いことに。ちょうどお代官が高山へ御用でお出かけという前でござりました。すぐに御御用所へ持参しようとおっしゃっておられましたゆえ。そうか。それは良かった。まあ、早く上がって温まるが良い。はい。何しろ偉いふりでございます。詐欺の森の大檜が二三十本も将棋倒しになっておりましたし。 祖師の湯では宿屋が一軒潰されましたそうで、言いかけて村右衛門はふと思い出したように振り返りながら、そういえば、篠田屋にご滞在の大村様は、この吹雪の中をお帰りでございましたが、ご存知でございますか大村が帰った。人違いではないかい,いえ、人違いではございません。ごんしの行きぞりで、身の街道を下っていらっしゃいました。 あの時の鉄砲も確かにお持ちで。しまった異変はガバッと立った。それはいつだつい今仕事で、まだヤクラ峠はかかりますがい。逃げた。そう直感したから、大剣をひつかむとともに、旅裸足のまま小屋を飛び出した。怒りが爆発した。全身の血が燃えるように感じられた。あれほど念を押し、二度まで成功しておきながら、 今になってカウソのように逃げるとは。七の城、やらぬと伊兵は空に向かって叫んだ。矢倉峠で食い止めるのだ。小屋から南へ続く丘陵を一息に駆け登って、二本松から乳神峰と呼ぶ岩山を起した。烈風に吹きまくられる粉雪が、濁流の渦のように視界を遮るので、伊兵はいくどか足場を踏みあいまって転倒し、幾度か吹き溜まりへのめり込んだ。 爪が剥がれ、すねを傷つけた。そして点々と、鮮血が雪を染めた。やがて疲れが来た。足元も不安定になり、ノームのように密な吹雪の中で、呼吸は目のくらむほど苦しくなった。くそ、くそ、ここでへたばってたまるか。異変は歯を食いしばって、キャツを捕らえるまでは、死んでも倒れんぞ。キャツを捕らえるんだ、歯の裏切り者を。 弱ってくる体力にむち打ち、むち打ち、息を限りに走った。ジンバガウからヤグラ峠へは、小松の生えた斜面が続いている。伊兵は腰まで没する雪と、雪の下で足を遮る小松とに、ほとんど苔月まろびつ斜面を下った。そして、峠の上へ出たとき、吹雪の中を、ひだ特有の雪ぞりが、 こちらへ近づいてくるのを見つけた。間に合ったと、思うと一気に、一条あまりある崖の上へ走り寄って大声に、その馬、待てと、わめいた。新炭や作物を運ぶために作られた簡単なソリである。その上に、カッパと傘を着てうずくまっていた一の城は、異兵の姿を見ると、いきなり、持っていた鉄砲を取り直しざま。 伊兵衛を狙って引き金を引いた。たン吹雪を切って飛ぶ弾丸。しかし伊兵衛は、一之城が鉄砲を取り直すと見る刹那、さっと身を踊らせるとそのまま、走ってくる雪ぞりの上つぶてのように飛び降りていた。あ日もの二つの声がもつれて、一之城は首をもろ手で抱えられたまま胴体に、ダーッと節縁を上げながら、道へ転落した。 一之条は死に物狂いに抵抗した。組打つ二人の周囲に、しぶきのごとく、雪が散乱した。伊兵は相手を押さえつけ、右手の拳で花柱を力任せに突き上げた。一之条は歯をむき出し、体をねじ曲げながら差し添えを抜いた。しかし、伊兵は素早くその手を掴んで逆にねじ上げ、膝を一之条の溝落へ当てて、 ぐいぐいと押し付けた。うん苦痛のうめきを上げるところへ、満身の力を込めた格子で、高方へ、がんと一撃。一の城は、あっと言って、さちぞえを取り落としたが、もう、争う力もつきたらしく、そのままぐたりとなって、瀕死の獣のように、あえぐばかりだった。ごんしち。異兵は、倫理たる汗を押し拭いながら、 五六軒先に、あぜんとしている孫を呼んだ。こやつを乗せて、えびらざわまで行くんだ。ええ、早くしろ。孫は言われるままに戻ってきて、倒れている一の城をそりの上へ乗せた。雪きりは、道を戻り始めた。一の城は苦しげにうめきながら、うつ伏せのまま、右へ左へ身をもがいていたが、やがてあいぎあいぎ。 伊兵を仰ぎ見ていった。許してくれ。頼む、松室。このまま俺を帰らしてくれ。詫びはどのようにでも言う通りにする。松室、許してくれ。伊兵は黙っていた。この演談は、とても幸せにはいかない。俺が承じでも、両親や親族が反対するに決まっている。松室、どうか勘弁してくれ。宣告の鉄砲は、 全く逆上していたのだ。本当に打つ気ではなかったんだ。許してくれ。この通りだ、松室。しかし、異兵は見向きもせず、石のように身動きもしなかった。一の城は再びうつ伏せになって、荒々しく相いだ。9。雪反りが、エビラ沢の松室家の門前についても、 一の城は一人では立つこともできなかった。伊兵はその襟髪を掴んで、俵のように引き下ろすと、歩けと引き起こし、容赦もなく小突きながら中庭の方へ入っていくと、お、兄上様と、母屋の広縁にいたおとじ次郎が見つけて声をかけた。姉さんはいるかおります。おじうえも、一緒にお呼びしてくれ。 おとじろうは奥へはせいったが、すぐにしんえもんときぬえを伴って出てきた。へ兵は、きぬえの前だ、座れ。と、叫んで、ちのうを雪の上へ突き据えた。きぬえは静かにさきへ進み出ながら、お兄様、どうぞ手荒なことをそばさないでくださいまし。先ほどお手紙をいただいて、お約束破んのことは承知しているのですから。 保薬の手紙。伊兵は一の城を睨み下ろして、そうだったのか。それで絹へ、お前それを承諾するのか、それでよいのか。大村様のお心が、これで得と分かりました。私も、心よく早くしたいと存じます。少しも依存はございませんから。どうぞ、何もおっしゃらず、このまま返してあげてくださいまし。本当に、それでよいのだな。 伊兵は絹枝を見上げた。さらし木面に巻かれて、片方しか見えぬ艶やかな瞳が、感謝の涙をたたえて、じっと伊兵を見つめていた。そうか。それならいいんだ。伊兵は頷いて。実は、お前の前で切るつもりだったんだ。しかし、切るのも刀の穢れだ。お前の言葉に免じて許してやろう。一の城、絹枝に礼を言え。 かたじけのう。一の城はもつれる下で、被告神戸を垂れながら、ようやくそれだけ言った。伊兵衛はその肩を掴んで引き起こすと、出て行け。再びその毛がらわしい姿を見せるな。と、突き放した。戦国の組打ちで、足でもくじいたか、片足を引きずりながら正然と、門の方へ出て行く一の城の後ろ姿を見送っていた新右衛門は、 その時、初めて伊兵の顔を見上げた。伊兵、いずれや、大村の素性を訪ねて参った折、それだけでよいか、といったその方の言葉が、今こそ思い当たったぞ。おじふえ、身分より最起。人間として、最も大切なものを念頭に置かなかったシーゲム。離れの深くゆえ、娘にかような知辱を与えてしまった。こんな傍にして、 こんな恥ずかしめを与えて、ようやくおいのガンから覚めたわしを笑ってくれ。ほじうえ。異兵は、ずっと進みよっていって、そのお言葉で十分です。ようこそ、おっしゃってくださいました。お言葉に甘えるようで恐れ入りますが、改めて、伊兵お願いがございます。嫁教治水の工事なら、世には及ばぬ。今までのことは一切忘れて、 わしもその方と共にやらせてもらうぞ。かたしげのうございます。しかし、お願いというのは別にあるのです。実は、絹えを私の妻に申し受けたいのですが。何こんな場合で、ぶしつけともお示しましょうが、伊兵はうから絹えを妻にと心ひそかに願っていたのです。市の城にとつぐと聞きました時には、生きていることがるをございました。お兄様。 聞きも果てず、ぬえが叫んだ。フレッシュございます。今日まで私、そのお言葉をお待ちしていました。そのお言葉だけをお待ちしていましたわ。言う半分は涙だった。んえもんはその声に胸を差しつなぬかれたごとく、二人の前へじっとうべをたれながら。いえ、何も言わぬこの通りじゃ。ただ、 返す返すも残念なわ。わしがガ具であったばかりに、こんな醜い娘をとづかせることだ。これがもう半月早かったら。い,いえ、お待ちくださいまし。絹枝は、父の言葉を遮って、父上様、絹枝はこの年まで、何一つ、高校らしいことをせずに過ごしてきましたけれども、今こそ、ただ一つだけ、お心をお休め申すことがございます。 それから、お兄様、と、振り返って。ふつつか者の,の私、何一つ、お役に立てそうもございませんが、ただ一つだけ、土産を持って参ります。ご覧くださいませ。そう言って絹枝は、顔から頭へかけて巻いた、さらし木綿を、静かに解き始めた。何をするかと、いぶかしく思いながら見守っている二人の前に、 やがて全く意外なものが見えてきた。手に従って、解きほぐされる巻き木綿の下には、やけどの跡などは微んもなく、薄化粧さえ施された美しい顔が、つやつやとした髪が、一点のがれもない玉のような美しさで現れてきたのだ。これは、絹枝。二人は息を飲んだ。絹枝は微笑しながら、 お許しくださいませ、父上様。女が一人の夫を決めるために、一度だけ許されて良い偽りをいたしました。では、やけどというのは嘘か。はい。原暗様にご相談して、失礼ながら皆様をお騙し申しました。でも、その甲斐があって、絹枝は本当の夫を選ぶことができたのでございます。父上様、お叱りなさいませんわね。 お兄様はっはっはっは。ははは。老人は突然笑い出した。双眼からポロポロ涙をこぼしながら、奇妙な声で。しかし、蘇ったように明るく。負けた。わしの敗北じゃ。はっははは。でかしたぞ、の日。何、叱ってよいものか。さすがに新右衛門の娘だけある。はっはっは。 まあ、そんなにお笑いやすばしては。これが笑わずにいられるか。あの大村の古財姫めが、まんまと狐藁にかかりおって、この有様を見たら何と言うか。それを考えると腹がよじれる。わははは。割れるような交渉を聞きながら、伊兵と絹枝は、燃える目と目をしたと合わせ、溶けいるような微笑を交わしていた。 吹雪は、嫁めの上に。喜びは今、えびら沢の家に。ご視聴ありがとうございました。山本周五郎作嫁よめ言。これにて、読み終わりでございます。よろしければ、チャンネル登録をお願いいたします。いいねもよろしく。